ガスが出た。ブボって。こうね、もう寝たいな、このまま。このまま二度と目覚めない眠りにつきたい。サリーちゃん。ね、気持ちよくね。すやすやーっと。もかちゃんあると。ブレー。特別チャンネルです。雨の音、パタパタパタって。いや、具合悪いのは昨日とかでもそうだったよ。背中痛かったもん、ずっと。昨日黙ってたけど、仕方ないからロキソニン飲んだ。もう でもロキソニン1週間程度常用したぐらいでやばいことになんないよね。1年とか続けたらやばそうだけど、ね、大丈夫でしょ。1週間とかそんなもんなら、3ヶ月飲んでる。しかも食後だし、ちゃんと癌の術後3ヶ月飲んでた。1年飲んでも普通なのね。なんか安心した、そんなね、上級者がいるなら。俺ね、10日ぐらいしか飲んでないからひよっこじゃん。ね、まだまだ。ひねの軽いバージョン。ありがとうございます。嘘飲んでるよ。いや、匿名じゃないと。
腎臓が丈夫だからって、出されてんだよ。一応。あっちの、痛み止め、あれの方が危ないって言ってた。何？カロナールだっけ？カロナールはちょっとこれの方がダメージでかいんだよって言われて。だからロキソニンになったよね。神経痛とかによく効くから。あと、ロキソニンはね、お酒でやめたいのにやめれない。体壊すまで行くしかないね。腹膜炎とそうだなと。モンピーチあると。ありがとうございます。10年以上飲んでる。そういうアドバイスが欲しいんですよ。ね、自分で体験してる人の。1年飲んでるよみたいなね。そういうアドバイスが欲しいんですよね。健康体のやつが空想で、空想で助言してくるからね。タンパク質は腎臓に悪いよとかね。で、分かって知っているっていう話ね。知ってるって。水飲みすぎとか知ってるって話じゃない。 自分で飲んでんだから。ロキソニンで体調悪くなったことない。よかった、じゃあ安心した。ちょっとこう、なんか別の痛みかもしれない。こう、ふん詰まりかもしれないな。 そう、あれのせいかもしれない、下剤。下剤のせいかも。あれ、ガスの排出とか促すんですよ。で、水とガスで圧迫されてね。さっきガス出たよ、ちょっと。じゃあ、あれ測ってみよう。呼吸の。